砂地と沼。砂地と沼。砂地と石と水ね。石と水。お、こいついけんじゃん。爪ランナーでいくか。お、爪ランナー。爪ランナーと骨ラスしかねえじゃん。よし、爪ランナー行こう。きたー。この歩き方や特技はターボ買うし。で、うわ、あいつ早い。で、次、骨ラスね。うわ、早いな、あいつ。ターボ使って、うわ、ギリギリやな、レベル3やった。で、骨ラスに変えると。バリア。まあいいや。で、骨ラスでトントンいって、あ、最後水か。最後水って誰だっけ。ノロノロして水、水誰だっけ、水誰だっけ、水誰だっけ、水、水、あ、骨らしい、爪なんだ、あ、水と、あ、水が足りんな、水が足りんわ、まあ、水足りんわ、全然足りんわ、やっぱワギャン持ってくるかな、20丸のやつが、ワーキャンぐらいしかいないんだよな。預けるか。へぇー。ちょ、お前いらんわ。ちょ、やっぱワーキャンよ。やっぱワーキャンよ。やっぱお前、お前だったらもう勝てる。もう勝った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 。詰めらんな。詰めらんな。骨出す、ワーキャンよ。よし。詰めらんだね。てかお前火もいけるんやない。あ、火は無理なんだ。火やったらあちちちちってなるんだ。こいつのターボを、最後に使う。で、使った後すぐ褒めます。よし、海が2人しかいないのに使ったな。どの辺か分からないけど、この辺で使って1ぐらいで使ったらいいんだ。どうか1ぐらいで3ぐらいで使ったらいいんだ。で、ノルノルまだで、次がワギャンか。よし、ワギャン行くぞ。ワギャン24やったら結構いけるよね。ここで入れ替えて、光線ってなんか見なかったけど、まあ早いで、こっちの方が。関係ないね。君のシャドウ強いな。うえ。よし、じゃあ、はい、はい、はい、ついでよ。もうキャラ、モンスターいっぱいいるんでね。砂地沼。なんかいっぱいあるな。覚えられないな。砂地村、砂地の、石と水。石と水は石と水。で、バランスとかあったよね。ジャンプ。いや、とりあえずわかんねえ。とりあえず、詰めらんない行こう。覚えらんねえ。で、わかんねえけど、ね、とりあえず、次水だろ？次バランスか。バランスなんだっけ？バランス、あれ、バランスのやつおらんのじゃん？ウートンか？バランス誰？テンテンか。加速して。次誰だっけ？次なんだっけ？すげえ強いやつじゃん。お、20丸じゃん。テンテンいいじゃん。で、次は？次なんだっけ？次全然わからん。わけらん。わけやん。次水やろ。違う。なんだ、ハードルか。ハードルジャンプ。ウート。うわ、なんだこいつ。ど根性。うわ、あいつ早い。次なんだ。いや、お前一人でいける。お前一人でいけ。なんだよ、バルバル。うわ、爪なんだ。うわ、トップス全然使ってね。早くない？
ちょ、バランス。バランス芝生。バランス芝生。詰めランナーハードル、詰めランナー点点ウートンでいこうか。さっきそれで一体負けたんか。とりあえずもう一回それでいこう。あ、間違えた。おお、もう何しよう。死ぬ。いや、もう骨はついてる。で、てんてんか。てん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 。てんてんは強いで。てんてんからのジャンプもてんてんでいけるんだ。で、最後がワギャンかな。違うわ、ワギャンじゃないわ。そうなんだっけ。ハードルか。ハードルウートンか。ウトンゲイ。で、最後トップス、最後トップス。あいつ早え。分かんねえけど、ここら辺だ。いけ。バルバルなんて抜いてしまえ。挑発しねえ、しねえ。挑発。全然抜ける気せんないけど。あっさり負けるな。え？どうやって勝つの？ちょ、バランス、やっぱ星でいくか。じゃ、ウートンいらんわ。あ、いや、バランス、ジャンプか。バルバルーン。バルバルーンでいくか。どれがいらん？ホネラス？ホネラスいらんか。テンテン。トップスいらんか。トップスいらんな。トップス使わんわ。バルバルーン。バルバルーン。おとととと。お前だ。これで勝てる。ゲームはレベルじゃない。モンスターの数だ。モンスターの数を持っていれば勝てる。そう、かの有名なあの、ナルトで言ってた、忍術がいっぱいあれば大体勝てるという。結局チャクラがないと全然勝てんないけどね。よし、じゃあ詰めランナーでいこう。詰めランナーの後、テンテンね。水入る。水やって相手が若干変だよね。だけど、カーブを使ってのテンテン。テンテン使ってのバルーンか。もうバルーン組んだっけ。あ、まだか。これ次だろうか。次バルーン行って、あ、最後バルバルーンでいいか。体力が持たないかもしれないんだよな。レベルが低いから。混乱か。混乱でさ、相手変えれんくなるとかない？なるほど。そういうことができるんだな。あ、勝ったな。これパターン覚えれば勝てるな。レベル低くても。あ、なんか覚えたぞ。準決勝突破おめでとうございます。次のレッスンの準備です。で、次が、芝生バランス。芝生バランス、雪沼。うわ、多いな。芝生。とりあえずこれでいいだろう。うわ、あいつ早っ。これなんだっけ。あ、間違えた。もうなんで連打 A が壊れてんだよ。バランスか。うわ、あ、詰めらんないけるな。バランスもいけるんか。これ降参できるのがちょっとあれやな。水か。水、あ、そっか、水と氷か。
水氷やったらあのペンギンできるんじゃない？で爪ランナーペンギン、爪ランナーペンギン、爪ランナーペンギン、爪ランナーペンギンホネラス、爪ランナーペンギンホネラス、爪ランナーペンギンホネラス、ホネラスいける？開けるね。爪ランナーで最後ジャンプ、最後バルバルーンで頑張ってもらうしかないか。よし、オッケー。トプス全然使わんな。最弱の誤算機。水。まだまだ。骨ランナー。ウートンってなんだっけ。あ、ウートンこれか。ワギャンも倒して引き出す。トプスちょっと引き出しとくか。一応ピーペンとトプス、ピーペン、よし。でトプスってなんだっけ。臭い獅子、臭い獅子、ガッツが20丸だもんな。最終日か。できれば使いたいんだけどな。草石碑、あ、焼け跡と砂地いけるな。今思ったらバランス、芝生とバランス、芝生とバランスなんかおる？あ、マジだ。マジだ。砂とバランス。砂とバランス。砂？芝生とバランス。で、草とバランス。草バランス。草バランス。あ、おるやん。じゃあ、もじゃっと、もじゃっと行っての、ペンペン。お、来た。来た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 。ペンペン行っての、あれ、テンテンやったっけ。もう忘れた。テンテン行っての、テンテン行っての、あ、なんか祈りザル。テンテン行ってもなんか、テンテン行って、トップスか。そして、次なんだっけ。いや、違う。なんだっけ。ピーペンか、ピーペン、ピーペン。なんかシーラカンスみたいなのおるやん。ドゴンジョーで、次トップス来たよ。御三家トップス一点20丸なんだから頑張れ。加速？そこで加速？で最後はバルバルンね。なんかしろ、なんかしろ、なんかしたら俺がもう挑発する。そうそう、挑発してバルバルンね。こいバルバルン。混乱。おい、20丸バルバルンしかおらんし、強い。勝った。楽しい。めっちゃ考えるって楽しい。今年のグレイテストカップで見事優勝したのはモリソンタウンから来たライスくんです。ライスくんにはベリーベストカップを目指して旅をしているそうですが、きっとライスくんなら優勝してくれるでしょう。うん。私、あなたみたいな人と結婚するわ。は？お前優勝したからって、お前。こういうモブとを話す必要全くないな。モブどもが。
で次どこに行くんだろう。でも今回はここで一旦終わりかな。だからまたビデオカメラがねおかしくなるのもいけないから、とりあえずすぐセーブしてやめよう。あ、楽しい、すげえ楽しい。よし、ではモンスターレース続きはやっていきますか。次どこに行くんだ。多分右にどんどん行ったらいいよな。多分下は行ったし、左から来たし、上はショップだったし、ここから先はルーキータウンです。この間橋が壊れてしまって今は先に進めません。え、うせやん。この先はセントシティですか。行けるやん。あ、この橋が壊れたわけね。ルーキータウンに行くならイッシータウンを通ってくれ。ここは当分治りそうもねえや。治りそうもねえや。治りませんでしょ。このね、アイテム系がわかんねえんだよな。ちょっと裏で使ってみようかな。次回までに。ん？西が戦闘して、ん？これは時間か。え？イッシータウンか。イッシータウン。どこに行くんだ？下かな？上かな？まだ行ってないところが実はあるのか。ここの草むらは多分行ったから、レベル上げとかそういうので、多分右上、左から来たもんな。それかもっと別な道がある？こいつは？いやー、君はあんたすごいよ。すごいすぎるぐらいだよ。そんな俺有名人？顔普通の、あ、アスカリア、こんなとこにあるんだ。あー、でもなさそうだな。なんかレース会場のお姉さんとかに聞いてさ、おめでとうございますとしか言わんな。何こいつ。しない。どうしよう。どこに行ったらいいんかな。なんかあのライバルが来てさ、ドゥ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 ンドゥンドゥドゥンドゥンとか言ってからさ、ルーキータウンにつながる橋が壊れてるらしいよ。仕方ないから南にある洞窟を通って、あー、洞窟あるんだ。オッケーオッケー。やっぱ情報を聞くと大事だな。何や、こいつ。シンジちゃんに会えなかったのは残念だけど、すごく興奮するレースを見られたから満足して、そんなに興奮したかな。俺めちゃくちゃ負けたけどな。めちゃくちゃ負けたけどな。これ下でいいのかな。うわ、攻略サイト見てー、めっちゃ。攻略サイト見てさ、もうなんか全部のキャラクター作ってさ、俺のものにしたいわ。で、レベル上げめっちゃしたいわ。で、最初のザコモンスターと戦いたいわ。うわ、全然ちゃうやん。そういうのをしたいよね。デジモンワールド3今やってる時とかも最後の最後の最後だけど、もうレベルめっちゃ上げまくって、最後ボコしたいもんね、ザコ敵を。洞窟あるー。あ、じゃあこいつ捕まえていくか。預ける、名前はいいえ、預かり所に送ります。はい。勝手にね、走っていくっていうよりね。ホネラス？ピーメン、レベル6か。詰めランナーとピーメン、揃えたいね。一応戦いながら行こうか。全然出てこんけどね。下か上か真ん中か、下だ。なんかアイテムある。バナナ。バナナっぽくなかったけど、今なんか、ヘルメット落ちとこうなと思ったら、バナナだったし。あの、これ敵出らんのいいわ。めっちゃいい。やっぱ敵出らんの最高だわ。最高！あー、来た。お、クラケン。クラーケンじゃなくてクラケン。根性。やった。ピーペンレベル上がって。しかも、クラケン。水。ゆらゆら揺れながら一日を過ごす。暗いところでは、体全体が明るく光る。預ける、いいえ、預けまーす。よっしゃー、いいね。お、なんだよ。お、あー、クラゲ、もう一体捕まえとこうかな。これ2体ね、3体捕まえるのマジ大事だからな。捕まえまくっていいんだけどね。いいえ、預かりしょ、はい。さあ、かかってこい。おー、いいね。おい、めっちゃ出てくるやん。お、カイロロン。なんだよ、カイロロン。どこんじゃー。クソ強いやつとか出てくるんかな。カイロロンバランスタイプ。
全身貝殻に覆われている。走ると揺れてコロンコロンと不思議な音を出す。よし、いいね。あー、クラケンはいいけども、とりあえず倒そう。レベル上げてね。特技とかいっぱい欲しいね。お、いいね。ピーペンレベル、あ、これ、2体以上はいらんか。さすがに。ウリランとかね、もうちょっとね。なんか、作れたらいいんだけどな。作れたらいいんだけどってもおかしいけど。この2体だけかな。うん。じゃあ次行きますか。実は攻略サイト見たら最初の街でめちゃくちゃいっぱいモンスターが出てくるとかそんなことないよな。めっちゃ下行きで、またバナナ、イチゴ、そういうことか。あれか、フクロウか。お、結構結構広いじゃん。でも結構地形は覚えやすいな。全部一緒の地形じゃないから、覚えやすい。ここ一周ね。あ、覚えやすい。これ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 。こういうゲームよ、俺が望んでたのは。戦闘は短く、冒険は長く、そして敵はそんなに出ない。これ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 。神ゲーじゃないか、おい。あ、もう一体捕まえとくか。あ、レベル9。いいね。ゴリゴリ上がるじゃん。お、いいね。敵出てくるじゃん。で、こいつはもうあと殺すだけだ。殺すっておかしいけど。お、またバナナか。銀のカード。銀のカードか。何使うんだろう。こんにちは。いいよ、この速さ。これがね、これがいいゲームなんだよ。昔のゲームってこの速さがいいんだよな。ロードがない。ほら、今の、ほら、なんか、ソシャゲとかって、やっぱ、最初の起動するときに、やっぱ、時間かかんじゃん。あれがちょっとな。あと、対人戦はしょうがないけど、まあ、対人戦でもなく、普通の、やつもマリカー前やりよったら、ちょっとやっぱね、ロードの時間がね、ちょっと気になるかな、やっぱり。その昔のゲームに比べたらやけどね。まあ、めっちゃ早い方だけど。マリオカードって売り上げ意外といいんだ、と思ったもんね。なんか、無料コンテンツで、なんか、ダウンロード数が結構上位に上がってたけど、お、マリカ結構、あれしてんじゃん。もしかしたら俺がやり始めたらみんな、やり始めたんかとか。そんなことも思ったり思わなかったり。お、ピーペンレベル10位になったね。敵強いんかな。敵は強いのかどうかもわからんもんな。じゃあ、詰めランナーをレベル上げますか。だから、レベル上げたい、このイメージないんだよな。ダッシュ。しかし2体しか出てこないな。お、来た。これマップで言うと街の地図。セントシティ来た。これセント君とか出てくるんかな。これセントシティだろ。出てくるだろう。あのトナカイとさ、あの坊主が合体したやつ。何これ。最初ターボ使っとって、バランス、お、バランスいいね。トップ数使いたいけどな、次何なの。お、いいや、トップ数いけ。バイバーイ。へい。次は、お、いいね。コネラスでもいいな。次なんか水来そうな気がするんだけど、あれ、あ、これ今水か。あ、いいやいいやいいや、ええやんか。そのままいける。そのまま、やっぱ強いって大事だな。あ、そのままいけるわ。挑発、今ゴールイン大成功しました。つまり276416、すげえ回ったな。なんか負けそうな気がしたんだよね。じゃねえよ。モンスターのスタミナはそんなに減ってないな。全然大丈夫だな。モンモンベル、うわ、アイテム使いてー。セーブしてアイテム全部使ってみてー。でもさっきのシティでさ、やっぱちゃんと買い物して、あれのちゃんとアイテムの能力ちゃんと知るべきだったかな。
結構そういうとこ大事になってくるもんな。で強いモンスターでゴリ押しっていうのもね。あ、出た。こいつももう一体捕まえておくか。結局、一体しか持ってないからな。はい、捕まえておこう。ポケモンとかミックスとかないからさ、とりあえず捕まえとくかっていうのないもんな。あ、持ってないで捕まえようはあるけど、何体も捕まえるってないもんな。お、いいね。モンスターボール投げないのがいいわ。あ、こいつも捕まえとくか？こいつ持ってるかな？なに？こいつ！テンテンと交代しよう。お前ね、俺の加速に、はい、結構強いじゃねえか。あ、こいつも預けとこう。いっぱい預けられるやろ。わからんけど。知らんけど。ね、喋った後に、これ何々だけど、って言った後に、全部知らんけど言われたら、言ったら、もう、友達ポカンってするからな。いや、俺あれなんよね。あれなんよね。知らんけど。いや、知らんのかいっつってる。ターボキット、いいね。こいつは、あら、私とやるのさ。うわ、出た、シーラカンスみたいなやつ。とりあえず、あ、間違えた、うわ、間違えた。まあ、ピーペンでいいか。次がどう来るだろうね。コンビを使っとって交代を、え、ずっと水、え、ずっと水？嘘やん。ホネラスあたりなんか来る。え、ずっと水？え、ずっと水はねえわ。死ぬ。え、ずっと水はないよ。負ける。ピーペンしかいないじゃん。そう、マジで？なんそれ。ターボー、うわ、もう何あれ、くそやん。でも丸ないよ。無理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 。こんなずっと水とかあるんだ。